こちら、これ持ってきたんですけど、これを実際に装着して撮影してみたいと思います。光ってます。今これ一生懸命データが直接 SSD に転送されている状況です。その上を指定してしまってたためにここに直接落ちてますね。どうもこんにちは、大野です。今回は近場の紅葉を iPhone 15 Pro で試し撮りしに来ました。先日上げた動画に最強の極小 SSD として、2230のタイプの SSD を iPhone 15 Pro 用に転用するという、そういった動画をご紹介させていただいたんですけれども、実際今日まずこの iPhone 15 Pro を使って、まずは通常で撮影を行って、その後こちら、これ持ってきたんですけど、これを実際に装着してで撮影してみたいと思います。ということで、いってらっしゃい。はい、じゃあここら辺結構色づいてるんで、ここで、標準の内蔵のストレージに保存するのと、あとは SSD に保存するので、ちょっと取り比べてみたいと思います。今のところプロレスを使わないと USB-C 経由で SSD に直接録画が標準のカメラアプリではできないみたいなので、仕方なくブラックマジックカメラを使わさせていただきます。それではまずですね、標準のカメラ1倍で 4K24fps で撮っていきたいと思います。それではスタート。色づき始めという感じですね。もうこっちの方はかなり色づいてます。めっちゃ綺麗ですね。すごい。はい、じゃあ今度はこちらの以前紹介させていただいた極小で最強な SSD ですね。このサイズ感見てください。これちっちゃいですね。はい、こちらの装着していきますよ。はい、ここのタイプ C のところに挿します。挿しましょう。はい、緑に光りました。はい、この状態でブラックマジックカメラ起動します。見たところ、470GB って書いてるんで、これは内蔵のストレージを指していると思いますんで、メディアのセーブクリップス2っていうところ、これインアップオンリーって書いてますね。ここをファイルズというのに変えましょう。で、実際にこの Apple SSD1 ですね、これを、割り当てますと。はい、割り当たりましたね。割り当たりました。で、この状態でやると、はい、これ 1TB 認識してますね。はい、この状況で、24fps で撮っていきたいと思います。これ 4K になってますね。 4K の 24fps で撮影してみたいと思います。はい、ちょっとデフォルトでやってみましょう。はい、録画です。これ今直接 SSD に書き込んでる状態ですね。はい、この極小 SSD に書き込んでる状態です。実際これ光ってますね。これね、光ってます。今これ一生懸命データが直接SSD に転送されている状況です。はい、問題なく撮影できますね。むっちゃ綺麗です。いいんじゃないでしょうか。こんな感じですね。はい、じゃあ止めたいと思います。はい、問題なく撮影できました。後でデータ確認してみたいと思います。
じゃあ最後にですね、標準のカメラで今これプロレスがオフになっていると思うんですね。わかりますか？プロレスオフになっていると思うんですが、これをオンにしてやると USB-C って出ますよね。これ直接プロレスの場合は、USB-C 経由でこちらの SSD に、動画が撮影されるかと思います。じゃあこちらの方で試しに撮っていきたいと思います。最長時間182分ってありますね。 4K24fps プロレスで182分、 1TB あると保存できるみたいですね。じゃあ撮影してみます。後でデータ見たいと思います。じゃあ行きます。はい、これ今標準のカメラでプロレス設定で、直接 SSD 今光ってますね、 SSD に保存している状況です。はい、無事保存はできています。問題ないですね。もうこれつけてるのかつけてないのかわからないぐらいむちゃくちゃ軽いですよ。はい、まあ、こんな感じで綺麗ですね。むちゃくちゃ綺麗です。はい、ということで止めます。はい、無事保存できましたね。じゃあ軽くちょっとファイルを確認してみましょう。本当はね、ブラックマジックカム、SSD の直下にブラックマジックカムっていうフォルダを作ってたんですけども、その上を指定してしまってたためにここに直接落ちてますね。はい、はい、こちらが先ほど撮影した、ブラックマジックカメラの、はい、録画です。はい、これ君しか直接 SSD に書き込んでる状態ですね。はい、なんか無事撮影できてるっぽいですね。また帰ってからデスクトップ側で、見たいと思います。ちゃんとできてますね。撮影初めて試してみましたけど、はい、でこの多分 DCIM っていうところにこの2つ落ちて、まあこの2っていう方ですね、こちらがプロレスで直接、標準のカメラで撮影した分になります。まあ念のため見てみましょうか。はい、撮れてますね。はい、ということで無事撮影できてるっぽいっす。まあ、こんな感じでね、むちゃくちゃ軽いんですよ。もうつけてるかどうかわからないぐらい軽いし、撮影に問題がなく、ちゃんと記録ができますし、再生もまあちょっと軽くですけどできました。で当然これ USB3.2 ジェネレーション2のケースなんですけれども、こちらの2230っていうタイプの SSD はサンダーボルトのケースに入れるときちんと 40GBps まで出ますので、まあ、そういった例えばですね、直接このディスク上で例えば Mac のサンダーボルト経由でとか編集等ですね行ってやるなんていう使い方をした場合にですね、むっちゃスムーズに内蔵のストレージに劣らないぐらい速いスピードで読み書きできるんじゃないかなと思います。はい、むっちゃ素晴らしいです。でこんだけ使ったんですけど、今外気温が多分17度ぐらいかななんですけど、そんなに暑くないですよ。うん、どうしてもねこのタイプの SSD ってどんな製品でも熱を持つんですけども、まあ全然問題ないですね。はい、暑くはなりますけど全然問題ないです。でむしろ他の YouTuber の方がレビューされてると思うんですけども、この裏側にこうなんかでっかい SSD 貼っつけてこうケーブル曲げてはめたりくっつけたりしてる方とかいるんですけども、あれやっちゃうと熱が直接このボディの方に伝わっちゃうんで逆にねこの iPhone が傷んでしまうと思うんですよね。だからそういう意味ではこのやっぱアルミタイプ、アルミ合金タイプでここ直接、タイプ C に挿してここ離れてますよね。だからここで放熱が起こって都合がいいと思うんですよね。はい、だからこれすごい最適な回だと僕は改めて思いました。ぜひ真似されてみてください。まあ、こんな感じでねすごい使えると思います。はい、じゃあとりあえず現地では、撮影はこれで終わりたいと思います。それでは自宅へ。そしたら
作業場に戻ってまいりました。今回は秋の紅葉を背景に先日紹介させていただいたこの極小で最強の SSD、 こちらの方を iPhone 15 Pro に実際に挿して紅葉を撮影してきました。標準のカメラではプロレス設定の動画しか直接この SSD に撮影できませんので、ブラックマジックカメラというアプリを利用させていただいて、通常のプロレスでないコーデックの動画もテストしてみました。では iPhone 15 Pro 普通に直接この本体に書き込むパターンですよね、で撮影したものとブラックマジックカメラを使って 4K24fps で撮影したものと、で最後にプロレス設定で標準のカメラを使ってこちらを連結させてこちらに撮影データを直接落としたパターンの撮影データですよね。その3つの動画を、比較というか実際に見ていきたいと思います。それでは実際に見てみましょう。それでは、まずですけれども、こちらの方が標準カメラプラス内蔵ストレージのパターンの映像データとなります。どうですか？当然申し分なく綺麗に写ってますよね、ということで、はい。で次にですね、こちらが、ブラックマジックカメラプラス、外付けの SSD に録画したパターンの映像データとなります。同じ 4K24fps の H265HEVC コーデックで撮影したものです。どうですか？綺麗に撮れてますよね。はい、申し分なく綺麗に撮れております。いや、ちょうどなんか紅葉の色づきがいい感じなタイミングで撮影できたのかなと思います。はい、こんな感じです。で最後にですね、標準カメラプラスプロレス設定で、外部 SSD に直接、撮影データを落としたパターンの、映像となります。どうでしょうか？はい、プロレス設定の動画ですね、これが。でこのプロレス設定で撮影した動画データなんですけれども、かなり容量が大きく落ちてくるので、それでも外部 SSD に問題なく保存できておりました。はい、てな感じで、3つのパターンのですね映像を、比較してみました。はい、ということで、3つのパターンの映像はご覧の通りの形のデータとなったんですけれども、最後にですね、外部 SSD を採用する際に注意すべき点っていうのをお伝えしておこうかなと思います。私がちょっと、気づいた点というか、これは気をつけておいた方がいいんじゃないかなと思った点についてまとめておこうと思います。でまず1点目にですね、基本的にAPFS とか EXFAT 等のフォーマットを行うために PC の準備がやっぱりマストなんじゃないかなと思いますよ。はい、すでにフォーマットされててもう挿して使うだけみたいな SSD もあるんですけれども、やっぱりですね、Apple 製品に最適化された APFS でフォーマットがなされた SSD を使ってやることが一番ベストだと思われるので、iPhone とか iPad しか持ってないという方はですね、やっぱり Mac の準備がいるのかなと思います。EXFAT でフォーマットされた既製品を使うのでもいいとは思うんですけれども、もし、可能であれば Mac の準備、された方がよろしいかと思いました。で2点目にですね、高速な SSD は特になんですけれども、構造上どうしても熱を持つ形となりますので、 iPhone に無駄に熱が伝わらないような工夫が必要なのかもしれないですね。今回の SSD 提案させていただいている、
極小で最強の SSD に関しては iPhone のボディと密着するような形ではなくて、もう単に挿してそのまま使うパターンの構造ですので、まあ、非常に iPhone 本体への熱伝導の心配はなくていいかと思います。ちなみに撮影時間や環境によっては結構 SSD のアルミ合金ボディが熱くなってくるかと思うんですけれども、まあ、その点は問題ないかと思います。まあそこら辺の耐久テストもしかしたらいるかもしれないですけれども、おそらくですけども大丈夫じゃないかなと思います。はい、この2点を、まあ、一応注意された方がいいかなと思ってます。やっぱり Mac の準備いりますね。で、まあ、こちらのコンパクトで高速な、最強の SSD ですね、これをうまく活用してこれから秋の行楽シーズン、そして、冬のね、ホワイトクリスマス、年末年始、お正月、素敵な思い出のデータをたくさん残してください。まあ、また何か疑問点とか、まあ、実際使ってみてとかですね、まあ、いろいろと意見等ございましたら、気軽にですね、良かった点、悪かった点なども含めて、こちらの動画見ていらっしゃる方の参考にもなりますので、どんどん遠慮なしにコメントしていただければと思います。はい。じゃあ、そしたらですね、まあ、おまけになんですけれども、私がこれまで愛用してた Galaxy S20 と、あと iPhone 15 Pro で 4K24fps の HEVC コーデックで撮影した動画データの取り比べデータをちょっとおまけに最後流して終わりたいと思います。いつも遊びに来てくださる方々ありがとうございます。まあ、今後もまあ私でしか発信できないというか、まあ私がちょっと興味のある内容であったり、まあ、皆様にちょっとでもお役に立つかなと思う内容についてはどんどんと自己発信していきたいと思いますので、もしよろしければまた遊びに来てください。ということで、それではまた。